皆さんこんにちは。私は日系三世か日系カナダ人三世のサイモト・ローラと申します。こんにちは、今月末、その BC 州のヘリテージウィークお祝いをするように、このおかえりというオーラルヒストリーのプロジェクトを開催します。このプロジェクトは、おかえりという、like、名前は、その日系カナダ人の2世の方の、物語、そのストーリーを取り上げて、そういうビデオを撮りました。でそのビデオを、2月の25日にそういう、ウェビナーを開催します。 And、その2世の方がだいたい80代と90年代の、シニアの方をインタビューして、その皆さんのストーリーを、説明してくれました。でそのビデオは YouTube、 その日系のミュージアムの YouTube チャンネルに、その2月25日から見れます。そう、皆さんぜひ、その戦争とインターメントの、どういうふうに人生に影響を与えたのか、そういう自分の人生のストーリーを、のビデオをぜひ、皆さん見てください。よろしくお願いします。